以前ですと Google はデスクトップパソコンを中心としたユーザー様にサービスを提供していたんですが2006年に KDDI さん EasyWeb で Google の検索が使われたことによってモバイルを通してさらにたくさんのお客様に Google のサービスを使っていただけるようになりました私がプロダクトマーケティングマネージャーとして携わったサービスがそういった多くのお客様に使われることによって えー、知った激励あるいは感謝の言葉をいただいたときに非常に喜びを感じます例えば、えー、ここであ,のあるユーザーさんからいただいたあのメッセージを紹介したいんですけれども突然のメールですみませんいつも愛用させていただいているものです先日ようやく Mac を新しくして Google の機能をようやくちゃんと体験することができるようになりました 私がグーグルマップを見ていたら、4歳の娘がもう夢中でして、ふと見たら折り紙の切れ端にこんなものを書いていたので、思わずグーグルの方にお知らせしてみたいなとこちらに送ってしまいました。これからの地球を背負う世代の娘にとって、グーグルは一番大切なものだそうです。これからもよろしくお願いしますというメッセージをいただきました。 特にこういったコメントをいただくと非常にやりがいがあるというか、えー、ますますより一層我々のサービスを良くしていかなければいけないなというふうに感じます私は Google Japan でプロダクトマーケティングマネージャーを担当している長沼秀則と申します